エントリーナンバー5番宇都宮亮31歳、ホテルセンチュリー静岡日本料理花凛に所属しています。去年のレッドの決勝に日本料理の料理人が一人もいなかったことがすごく悔しくて、今年こそは自分が日本料理代表として決勝まで絶対に残るという気迫で今回臨みたいと思います。今回の料理は日本料理の可能性、旨味がいっぱい、七福、豆、八寸、いろいろな味と香り、伝統的な料理の中に自分のオリジナリティを出し、見た目にも華やかで楽しい一皿に仕上げました。ポイントは日本料理の旨味成分であるグルタミン酸とイノシン酸を昆布とカツオを使わずに表現しているところです。マスの中に入っているこのタイのイノシン酸で旨味の相乗効果がこの中で起こっています。ベースのグルタミン酸の出汁で炊いた白いんげん豆を、同じ豆からできている豆腐の白和えの衣で、和えていきます。これをさらにこの揚げたじゃがいもでまぶします。赤飯の中にからすみを入れて竹炭のパンのパン粉をつけて揚げています。赤飯の赤いイメージを覆すために黒い仕上げにしています。アワビを大豆と一緒に柔らかく炊き上げた料理です。このアワビを炊く時にもベースのグルタミン酸の出汁を使ってますので、アワビの持っている琥珀酸と出汁のグルタミン酸で旨味の相乗効果が起こっていると。甘煮に適したトラ豆とうずら豆を使って、日本料理の伝統的な松風の中にこの豆の甘み、旨味が出てくるという、そういう料理です。僕は日本料理の料理人として日本そして世界の食文化をもっともっと勉強して、これからの料理界を盛り上げて引っ張っていくことに人生を捧げる覚悟があります。ですから僕をぜひ優勝させていただきたいと思います。僕は日本のみならず世界でも活躍する料理人になりたいという思いを込めて、今回は日本料理の柱である旨味成分をあえて昆布とカツオを使わずに表現しました。